まずはカープの先発藤井がマツダスタジアムのマウンドに上がります。どんな投球をしてくれるんでしょうか。桑原が打席に入ります。さあゲームが始まろうとしています。空振り、ファウルになります。さあ3球目は何か。高め見送っています。これはバット出ず三振です。ワンアウトです。バッターは2番に入っている関根。藤井、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。先発ピッチャー藤井、そしてキャッチャーは相澤。このバッテリーをベイスターズ打線がどう攻略していくか。インサイド落ちました。ファウルになります。今のは変化球を狙っていたようなファウルでしたね。変化球空振り。まずはカープの先発藤井がマツダスタジアムのマウンドに上がります。どんなピッチングをしてくれるんでしょうか。バッターは桑原。さあゲームが始まろうとしています。注目の立ち上がり。さてこの桑原、どういったタイプのバッターでしょうか。まあ、パワーとスピードを兼ね備えた才能。ライト方向を流しました。ファーストを取った。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁に先制のランナーを許しています。バッターボックスには関根。まあ送ってくるかもしれませんね。うん、なるほど。バントしました。ピッチャーが取る。一塁を送ります。アウトワン。まずはカープの先発藤井がマツダスタジアムのマウンドに上がります。さあベイスターズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは桑原、はい、さあゲームが始まろうとしています。打ちました。ショート取った。アウト。ワンアウトです。バッターは2番に入っている関根。藤井、まずは先頭バッターを打ち取っています。マウンド上のピッチャーは藤井、そしてキャッチャーは相澤。このバッテリーをベイスターズ打線がどう攻略していくか。ここは1球見ました。ファウルになります。6球目は何で来るか。